こんにちは、伊藤丈一です。今日の YouTube ビデオでは僕の NFT のコレクションの一部とクリプトバーの紹介したいと思います。ここがクリプトカフェ&バーで、もともとのデジタルガレージの恵比寿の本社の2階にあります。ここは昼間カフェとコーワーキングスペースでコーヒーとか飲めて、で夜はここはバーになる予定です。でここでまあお酒とかビールとかが買えて、でこの DJ システムは僕が持ってきたやつで、一番多分スタンダードのパイオニアのデジタル DJ システム でこれでビデオとかもできるのと、あとこれは WIM っていうソフトを動かしているディスプレイで、今僕の NFT を表示してるんですけども、ここでいろんなオークションのアイテムだとかアートとかが表示できるわけです。でここでプロジェクターでスクリーンがあるので、ここでいろんなイベントをやったり講演をすることもできます。ここに映ってるのは僕の NFT の一部 で僕もいろんな NFT 持ってるんだけども、イベントに出てもらえるポアップだとか、あとは知り合いの NFT とか、あとはなんかこう話題になってて持ってるといいなとか、持ってるとなんかユーティリティっていうんですけども、イベントに行けるとかなんかもらえるとか、いろんなタイプの NFT があると思うので、少しずつそういうのを紹介していきたいと思うんですけども、今ここに写ってる2つはボアディープっていう結構トップの1か2に入るぐらいのカテゴリー でこれ2021年の7月に確か この子の親っていうのがあるんだけども、を多分数十万円で買ったんだよね。でそれが3ヶ月後ぐらいには1000万円を超える価値になって、で最初僕ボアデープ買った時にはなんとなく適当に買って、女の子のなんかドレス着たボアデープだったんだけども、なんか最終的に自分のプロファイルピックに使えるものにどんどんしていった方がいいかなっていうふうに考えたので、その子を売ってこの子買ったんだよね。でこの子だったら自分に似てないかもしれないけども、このブルーって僕の好きな色で、僕のブログとかはその色なのでこの子がいいかなと。ただボアデイプの時にミュータントエイプって言って、その親に似たこうちょっとミュータントがドロップで入ったので、この子は元 のボアデイプ の形から出てきてるんだよね。で本当はこの子のミュータント欲しかったんだけども、手に入んなかったのでこの子まだキープしてるんだけども、だからこの子と似たような価値のやつを一旦交換して、この子に確か2021年の9月に書いて、でずっと持ってるっていうのがボアデープ でこれはもっと最近買ったアーティスト の作品で、ブライトモーメンツというイベントで展示してたアーティストで、そこで彼と会ったんだよね。で彼と会って彼をファウンデーションでフォローして、でこれが投稿した時にすごくかっこよかったのと、あとこれを買うと紙の印刷も来るっていうので、これはだから結構トラディショナルのアートコレクティングな感じで、作品も好きだったし本人とも会ったので買ったっていうのが一つで、これが僕実際にプロファイルピックで普段使ってるかわいいスカールさん、彼はアルバイトしながら携帯でこれを一個ずつ手で作って、でそれがなんか可愛かったん でこれも結構、これはショーン・バーナーっていう僕と一緒にやってるNFT のコレクターが面白いなって言って紹介してくれて、それで買ったんだけども、でその後かわいいスカルさんと仲良くなっていろいろコラボレーションとかもやってるんだけども、これ結構早い時点で買ったもので、これは山越 の錦鯉 NFT で、もともとの山越の NFT 買って、それでイーソンミになって、でこれが3つ目 の一番最近のドロップ でここは本当にプロジェクトとして DAO としてもすごく面白いし、やってる人たちも素晴らしいので、これは常にコレクション し続けているっていうのがこれ山越。これはパイ・ラクトバシリスっていうタイのアーティスト で本来もうちょっと大きくて解像度高い絵なんですけども、結構なんかサイカデリックな感じで大好き でこれは彼は一点物をちょこちょこ作ってて、でそれを作ってる過程とかをツイッターにアップしたりしてるんだけども、これは全部一点物を売ってて、僕 何個か買ってるんだけども、彼は結構タイですごく大きなイベントで大画面でこれを上映するんだけども、
この間あの上映してるところにちっちゃくここにあのこれの持ち主は伊藤上一上位とって書いてあって、でそれを送ってくれたりするんだね。でこれは僕だからあのなんだろう NFT をコレクションする一つの考え方の意義につながると思うのは、あの彼はこの作品をどっかで見せるときには僕が持ち主ってクレディットしてくれるので、だからよくあのこの NFT なんかコピーできるじゃんって言うんだけども、その持ち主が誰かっていうのとそのアーティストの関係で僕はこのアーティストのパトロンでスポンサーだっていうことが分かるので、あのだから彼とはもうすごいいい関係になっていて、常にあのチャットとかでやって最近どんなことやってるかみたいな感じであのつながってるっていうのはこ の, あのビジュアルセラピーっていうシリーズで、でこのクリプトパンクって面白いのがこれが V1 パンクでこれが V2 パンクなんですよ。でそれどういう意味かっていうと、もともとこのクリプトパンクっていうのは、まあ、元祖 NFT ですごく話題になっていて、で最初できたこのクリプトパンクっていうのがあの誰でもミントできたんだけどバグがあったんだよね。で どういうバグかっていうと、誰かにそのパンクを売ったらもらったお金もそのまま買った人に渡しちゃうっていうバグだったのね。でそれが出て発見されて、あ大変だっていうので、この V1 はバグがあるからV2 っていうもう一個みんな持ってる人たちに新しい NFT ばらまくのでそっち使ってくださいってなったね。ただその NFT って何ができるかっていうと、ラッピングっていうのができてるので、バグがあった NFT をあのビニール袋みたいにラッピングをつけてあの NFT にあのちゃんと動く NFT に直したわけ。そうするとこのもともとそれをこのクリプトパンクやってた Larva Labs っていうのはそれは偽物だって言って、こう包まれて NFT をオープンシーンに誰か売ろうとしたらダメだっていうのでテイクダウンするんだけども、ただそれを弁護士とか出てきて、いやこれもともと発行したものであんたたちが発行したんじゃないと、でなんていうのその印刷ミスの切手じゃないけどもこれも本物でしょうと、売っちゃいけないっていうことはありえないっていうのと、あと結構コレクターの世界の中ではこっちの方が本物なんじゃないかと、これが元祖だよねみたいな感じで、でこの V1 と V2 っていうのがあって、でこの Larva Labs という会社がこのプロジェクトを Yuga Labs という会社に売っちゃうんだよね。ボアデープの会社に売っちゃって、でこれボアデープ持ってる会社が今オーナーな、あの、まあ、このプロジェクトのオーナーなんだけども、でもだんだんこの V1 っていうのがあの伸びてきていて、これがだから一番高い方なんだけども、で V1 と V2 を両方持ってるペア持ってる人たちっていうのはあの数百人しかいなくて、 V2 を買ってで V1 の持ち主を探してで交渉して買ってペアを作ったと。でこのペア持ってる人たち の, こうあのチャットグループとかあってコミュニティになっているので、っていうわけであの一番だから今 NFT の世界ではレアもの の, あのカップルを持ってるっていうのがあの特徴で、ただ、まあ、ちょっと自分に似てるのはなかなかなかったけど、これがちょっと一番近かったかなっていうのがこの V1 ペアの話です。たくさん持ってるのっていろいろ理由があるんだけども、あの一つはジェネレティブで何が出てくるか分かんないものっていうのは結構あるので、だからもうたくさん買わないとレアものとか自分が好きなものが出てこないっていうこともあるのと、あとは結構買って一部売るっていうのもありなんでね。よく言われるのは2つ買えと、で上がったら1個売って元を取ると、で1個しか買わないと二度と売れなくなっちゃうので、だから1個は必ずキープしたいためにたくさん買うっていうのもあるし、あとはコミュニティに参加した時に投票権っていうのもあるし、あとは人にあげる。だから結構いいコレクションで良さそうなのはあのお土産とかあのクリスマスだとかプレゼントにするためにあの持ってるのもあります。ディスプレイの NFT を少しリセットしましたのでもうちょっと紹介させてください。これは結構早いうちに買ったゾンビズーキーパーっていうあの草野恵美さんの息子さんが8歳の夏休みの時に作った作品で、これ確か多分ねライカなんじゃないかなと思うので結構好きなので、これも いろいろコレクションしてます。でこれはあのクリプトシティズンズって言ってブライトモーメンツっていう大きなイベントがあって、でそれが各都市であの NFT をジェネラティブの NFT を発行して、それ持ってる人たちはまたいろんな新しいオークションに参加したり、あの投票権持ったり、あのガバナンストークンでもあって、で彼らがあのいろんなイベントをやる中の、まあ、投資家みたいなあの要素もあるんだけども、これがあのロンドンの時に作った作品で、これもあのコレクション持っていて、でうちのファンドで
あの各都市 の, あのクリプトシティズンを投資目的であの持っているものもあります。でこれはラフィックって結構有名なアーティストで、これもものすごいでかいスクリーンであのモマとかいろんな美術館で展示してるんだけども、このプロジェクト結構今話題になっていて、9月30日にリビールがあるんだけども、あのヤワナワインディアンって言ってレインフォレストの中に住んでるインディアンたち の, あの環境に結構彼らはすごく敏感にあのつながっていて、でその環境のデータを集めてそれをビジュアライズして、で一人一人の NFT が違うビジュアライゼーションをもらえる、ですごいあの高画像で彼が一個ずつ今作ってて、それの準備 の, あ の, あの映像とか YouTube があるのであのリンク貼りますけども、こめちゃくちゃ話題になってるので、結構出た時誰がみんな分かんなかったので、確か1000ぐらい売りに出たけど売り切れなかったんだよね。だけど後ですごい話題になって、だから1000売りに出たのに確か1000は今のところ売れてないので、結構これも貴重もので、でこれはリード・ホフマンの誕生日プレゼントにたまたま買って あげたので、彼はすごくラッキーで、あの今話題の作品が僕のプレゼントであげたっていう。でこれはあのもともとパンクなんだけども、これオーディナルスって言ってビットコインの NFT なんだよ。ビットコインのパンクの NFT をまたこれはイーサリアムでラッピングしたものを今お財布の中に入っていて、でオーディナルス僕これ1個しか持ってないんだけども、とりあえずビットコインの NFT もコレクションしなきゃいけないなっていうのでこれは買いました。でこれはあの落合陽一さんが作った作品を、これファウンデーションであの彼はあのオークションで売りに出てて、彼もフォローしてたので、まあ、綺麗だったし、なんか落合さんっぽいなと思ってあの買いました。でこれはクリスティン・サン・キムってメディアラボでもフェローやってた僕の友人で、あの聴覚障害 の, あのアーティストなんですけども、彼女音のアーティストなんだけれども、彼女も NFT をやってみたいっていうので、僕も少し応援しながらあのシリーズを作って、そのシリーズの一つです。でこれはちょっとキャテゴリーと全然違って、これはうちの変革のコミュニティメンバーが Web3 にこう入って、そして自分はあの夕張メロンの NFT をあの JA とかあの地元の人たちとコラボレーションしてんで、この NFT を買った人にはメロンが届いた。だからこの NFT は残ってるけどメロンは食べました。美味しかったです。はい。まあ、アートとかプロファイルピックの NFT っていうのはあのまず自分が見て好きじゃないと良くないと思う。あの上がることもあるけど下がることもあるので、下がった時にこれなんで買ったんだっけみたいなのにならないために、やっぱり自分がテイストが好きだっていうのが多分一番重要なのと、あとプロファイルピックだと僕は最近思ったんだけど、これが自分のツイッターのプロファイルになっても恥ずかしくないよねみたいな確認っていうのもあの重要かな。カワイスカルは日本人のアーティストだし、まあ、本人もすごくこうあの若くてこれから頑張っているっていうのと、あとまあ、最初の頃そんなにみんな使ってなかったのと、あと僕は、まあ、色とこのシンプルな笑ってる感じが好きなので、だから、まあ、ビジュアルもそうだしアーティストもいいと思うし、あとはこう持ってる人たちもなんかあの仲間になってもあの嫌じゃない人たちなんでいいかなと思います。結構 NFT って危険なのは、変な NFT を買っちゃうとその NFT にウイルスみたいななんかバグが入ってておかしいことが起きるとか、変なサイトに行ってクリックすると財布の中身取られたりするので、だからもちろん好き嫌いっていうのもあるんだけども、インチキなものとかあのインチキじゃなくても行くと危ないものとかあるので、だからどこからのリンクなのかとか誰の紹介なのかっていうのはすごく大事なので、セキュリティの面からしてもあんまりこうわけわかんない NFT は買わない方がいいです。僕の NFT 見てくれてありがとうございます。ぜひコメント欄の方で皆さんのフェイブリッドの NFT も紹介してください。見るの楽しみにしてます。